どうも、ユムティティってアフリカ系の選手なのに全然はしゃがなそうで、おなじみデオザフットボールでーす。さあ始まりました、レオザフットボールによるニュースザフットボール。こちらの動画はですね、世界中のサッカーニュースを私レオザフットボールが独断と偏見で、抜粋してランキング付けさせていただくという、そういった動画となっております。今回もニュースの方5位から順々に発表させていただきます。では行きましょう。こちらチェルシーで出番なしのミゲル、ゴリンが理由だったというわけで、はい、こちらのニュースですね、ナイジェリア代表監督のゲルノトロールさんっていう方がですね、チェルシーで、ミケルが出番得られてない理由っていうのを、スーパースポーツっていうですね、これ新聞なんですかね、まあそういうメディアに語ったそうです。私はミケル、そしてチェルシーのテクニカルディレクターであるマイケル・エメナロと話した。ミケルはとてもよくトレーニングしているし、チェルシーではビッグプレイヤーと共に練習試合を戦っている。彼がチェルシーでプレーできない理由は、ナイジェリア代表としてリオ五輪に出場したからだ。彼はアントニオ・コンテ監督からの罰則を受けているのだ。私には国とユニフォームへの愛を見せた人間を罰することはできないが、というわけで、これ言ってよかったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、昨シーズンまで非常にね、頑張ってチェルシー支えてたのに、今シーズン全然ね、まあ、3バックがね、うまくいってるとか、いろんな話題がありますんで、そういうところでね、話題に上がんない、まあ、もともと地味な選手なんで、そういったポジションになってしまってたんですけど、その理由がですね、まあ、明らかになったということで、これね、コンテも、なんか、ただ出たっていうだけで罰則しないでしょうから、最初からね、このチームで生き残りたいんだったら、オリンピックに行かないで、このチームでトレーニングしろっていうことを言ってたんだと思うんですよね。自分のチームでの立場が悪くなることを、考えても、それでも、国を助けたかったっていうことなんでしょう。ナイジェリア代表なんてね、タカスクリニックの院長がね、お金出さないと、協会から給料出ないみたいな、そういう問題もありましたんで、そんなね、国でもお金よりも、ね、誇りのために戦ったっていうところで、素晴らしいなって思いますし、ただね、コンテとしては、放っておくと、まあね、新任監督なんで、他のね、選手への示しもつかないっていうところで、こういう罰則を与えてるんだと思います。まあね、長めの罰則になってる感じですけれども、今の343システムですと、中盤のね、ボランチ2枚の控えとしては、カンテだったり、あとマティッチ、この2選手はやっぱボール出し能力に優れてますんで、そういうところでセスク、オスカルが使いにくくて、控え、例えばインテルのブロゾビッチ取るんじゃないかって言われてますけれども、まあ冬を越えて誰も取れなかったりですとか、まあその辺のね、補強の関係次第で、どんどんまた出番を与えられるような、そんなね、プレイヤーとして特徴のある選手なんで、今後のミケルの働き、注目してみたいと思います。では行きましょう。第4位。ヒロナがレアルに欲しい選手は、ドルトムントのポルトガル代表同僚を選ぶというわけで、こちらですね、誰だと思いますか？はい、ゲレーロ選手なんですね。ドルトムント所属の、まあ、左サイドバックと言いますか、ドルトムントでは左のインサイドハーフにコンバートされて今活躍している選手です。これね、クリロナとゲレーロっていうと、ユーロ見ていた方だとですね、やはり事件と言いますか、まあ、あのシーンが印象的ですよね。ゲレーロが、後半のね、もう試合終了間際で、間際だったと思うんですけれども、もう足怪我してですね、ピッチの外で、まあ、休んでたっていうか、でその一回外出た時にクリロナがですね、まあ、その前半で怪我で交代してるんですけども、監督のように振る舞ってて、最終的にゲレードがね、外でそのね、痛めて休んでる時に、お前休んでんじゃねえっつってピッチに無理やり戻すみたいなことがありまして、なんでその時にね、うわもうすごいなっていう風に、この、ね、シーンとして面白いし、クリロナの闘志すごいし、ゲレード、ああ上がりましたみたいな感じで戻ってく、でもあれもね、ゲレードのことをこう信頼してるっていうか、彼の力が必要だからああいう風にしたんでしょうし、ね、あそこで、ね、ちゃんと戻ってプレー続けたその魂とかも気に入ってるんでしょう。まあレアルに来たらマルセロの、控えもやりつつね、インサイドハーフでクロースのね、控えやりつつ、もしかしたらね、ラーム的な感じでアンカーもできそうですよね。なんでそういうところでね、今シーズン来シーズンっていう話にはなんないかもしれないですけれども、将来的にね、ゲレーロがレアルマドリードにいるっていうのはありそうだなって思います。その時までね、クリロナが、プレーレベルを保っておけるかどうか、そこが、注目ポイントです。というわけで行きましょう。続いて第3位。フランス、ポグバ、パイエダンでスウェーデンとの直接対決を制す。というわけで、ワールドカップの予選でですね、僕やっぱりフランス代表スタープレイヤーが多いんで、ちょっと見てみました。それでですね、やっぱりまあ、日本とね、比べちゃいけないんですけれども、一番ですね、やっぱり僕がフランス代表とかすごいなっていうふうに思うのは、やっぱ身体能力の面なのか、ミドルシュート、空いたらガンガン打つんですよね。この間の神奈川さんとのラジオの時も、上手いやつはシュート打たない、それが日本だっていう話になっていまして、ただ向こうは上手いやつがシュートを打つんですよね。ポグバなんて、
こうなんていうんですか、今バスケットでいうステファンカリー、ステフェンカリーだったかな、なんかそのスリーポイントがもうスリーポイントのラインギリギリじゃなくて遠目から打って入る選手がいて、その選手僕がねこのチャンネルを始めるきっかけになったチャマくんっていう YouTuber の子がね好きで、あのいろいろ話聞いたりとかするんですけども、なんかポグバとか見ててもミドルシュートのペナルティエリアちょい外じゃなくてそれよりも一段階手前で打つじゃないですか、それが枠に行くみたいな感じで、でポグバだけじゃなくて今回の試合だとシソコだったりパイエだったりグリーズマンだったり、やっぱ外から打てる選手が多いっていうのがやはり相手がねフランス相手にどうしても引いて固めてくるんですけれども、そこをね釣り出してそこからクロスだったりスルーパスだったりいろんなパターンを織り交ぜられるんで、2対1でね相手のフリーキック素晴らしいのを決まってギリギリの試合ではあったんですけれども、なんかフランスの強さっていうか、うん、いずれ逆転しそうな感じっていうのが、うん、匂ってたような、そんな試合でした。でですね、この試合でちょっと日本代表とか取り入れたら面白いなと思ったプレーがグリーズマンのですね70分過ぎのプレーなんですけれども、あのスアレスとかもやるんですけど、オフサイドライン越えたところにわざといてパスが出る瞬間にラインに戻ってきてそこから前向いて受けるみたいな、なんでディフェンダーとしてもその選手を見ていたらボールは捉えられないんで、絶対こっちはねもうサイドライン越えてるからほっとかなきゃいけないんですよ。でボールが出る瞬間に戻ってくるんで、うまいところパス出されるとちゃんとね合わせたパスを出してもらえると、そのフォワードはですね半身の状態で受けれるんでそのまま前向けるんですよ。結構日本のフォワードって頑張って守備もしますし、ずっとディフェンスラインと駆け引きするんで運動量も多いですし、そういうところでね頑張ってくれてはいるんですけど、そういうなんですかね、あえてサボるように見せることによって油断させるっていうんですか、でそれによってゴールに直結するプレーにつながるみたいな、これですね世界でもこれ使いこなせてる、それが得点につながってる選手っていうのは少ないんですけれども、それはですねやはり日本人が一番学ばなきゃいけないポイント、うん、なかなかね身体能力だけで無理やり前向いてとかできないですから、大迫選手とか体の使い方がうまいっていう風にいろんな方が言うんですけど、そういうところでですね大迫選手背負うのね確かにうまくてそこからね PK もらったりとかあるんですけど、僕はですね今回のグリーズマンだったりそのスアレスとかねよくやる動きのこのねわざとオフサイドライン越えたところにいて、戻って半身で受けて抜け出すっていうね、まあそういった動きをねできる選手日本に出てきてね得点を量産してほしいなっていうふうに思います。では行きましょう、第2位。はい、こちらちょっと違った形なんですけれども、クロップの指導のもとコウチーニョがですね、ゴールとアシストで75分のうちに1点に絶対に絡んでるっていうことで、75分ごとにですね1点に絡んでるっていうのをこちらのジョン・バーン・マードックさんというですねイギリスのライターの方が、伝えてるツイートから紹介させていただきたいと思います。これがミニッツパーゴールオアアシストというわけで、その分数の中でゴールかアシストで1得点に絡んでますよということで、1位がフィリペ・コウチーニョ、ね、75分ということで、ただですねそれ以外の、ランキングもちょっとね興味深かったんで話したいなと思いまして選びました。まず2位がイヘアナチョ、これすごいですよね、まあ、ほとんどアグエロが出てるんで、まあ、後半の得点の欲しい時間帯だったりとかそういうところでね出されることが多いんでこういう数字なのかもしれませんけれども、イヘアナチョこのね2位っていうのは素晴らしいと思います。あと4位のルカクに関しては強豪とエバートンが当たる時の試合だからそうかもしれないですけれども、やはりねカウンターでこのね、少ないチャンスの中で、うん、このように得点だったらアシストに絡んでるのがすごいなっていうふうに思いますし、あとペドロですよね、バルセロナから出ていった後にチェルシーでちょっと不遇な感じになっていましたけど、今の 3-4-3 システムね、ワントップの近くで、プレーできる、まあ、3-4-3 って言ってワントップって変な言い方ですけど、センターフォワードの近くでプレーできる、ウイングっていうペドロが一番得意なポジションに来たのがこのようなですね結果につながってると思います。であとアーセナルですとエジルよりテオ・オルコットが上なのがちょっと意外でしたね。あとルーニーも意外に上だったんですよね、ルーニーもっと下なのかなっていうふうに思いましたらこのような数字でして、なんでルーニー、まあコンディションが戻ってくるのが一番いいですけど、スーパーサブとしての活躍っていうのもですねこうありえるっていうようなそんな数字なのかなっていうふうに、思いました。では行きましょう、第1位。27歳を迎えた清武、ハリルはサウジ戦での活躍に期待、今度は私にプレゼントをくれる番というわけで、これですね、オマーン戦から明けた今日ですね、練習を終えた後にメディアの方がね用意したケーキをハリルホジッチが取材を受けている清武の後ろからサプライズで登場して渡したと。でその時のコメントなんですけれども、ハリルホジッチが清武に対して、クラブで全然出ていないけど A 代表で出してあげました、ペナルティーもあげました、昨日プレゼントをあげたので今度は私にプレゼントをくれる番です OK というふうに、ハリル流の冗談を交えながらっていうふうに
書いてありますね。まあこういう風にですね、監督が、選手に対してですね、こういうコミュニケーション取れる状態、非常にねチームの雰囲気が良くなってるんだろうなっていう風に思いますし、ねハリルがねこう提唱するサッカー、縦に速くみたいなのをですね、昨日はいいバランスでできてたように思いましたね。まあ相手が引いてきてて、こう裏がないっていう状況で裏にっていう風にね言われないようになったって言いますか、その辺は選手たちから原口選手のインタビューでも言ってましたけど、監督が意見をフィードバックして聞いてくれるようになったっていうか、聞いてくれる時間が多く設けられるようになったっていう話をしていましたんで、まあそういうところでそれが結果につながってチームの雰囲気が良くなったと。なんでね、日本代表に対するちょっとネガティブなニュースが多い中ですけれども、ニュースザフットボールぐらいはこのようにねサウジ戦に向けてちょっと気持ちが明るくなるようなニュースで、締めさせていただきました。というわけでニュースザフットボールいかがだったでしょうか。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ